おはようございます。そしてこんばんは。速稼塾の久保でございます。 YouTube を撮影して1万本以上ねアップロードしたわけですけども、チャンネル登録者数さんも1万人以上になってね、もうだいぶ久しいわけなんですけども、なかなかね10万人どころか2万人に行く気配がないなというところでございます。まあ1万1200人ぐらいですか、そのあたりをうろうろしてるわけなんですけども、ただねやっぱりね再生数増やしたりとかチャンネル登録者数を無理やり増やすために変な動画作ってもしょうがないんでね、私は正直に言って自分の力量が1万人だったら1万人で行こうかなとは思ってますね。ただ私の力量が広がっていけばそれは2万人も5万人もなると思いますんで、まあそういった形で鍛えていこうかと思います。自分自身のことをね鍛えていこうかと思います。さあそこでね今回 YouTube についてちょっとしたお話があるんですよ。YouTube をね志していらっしゃる方とか YouTube をされている方もいると思うんですけども、これからは YouTube ってのは広告収入ではないようなフェーズに入ってくると私は思うんですよね。それはズバリね広告収入に影響を受けないメンバーシップ制を YouTube が推してくると思うんですよ。で YouTube の収入源ってのは企業から入ってくる広告で、多くの方が YouTube で動画を作るとそこに広告がついて、それを、まあ、YouTube がね広告料運営費として預かると。で広告収入の高い方からは、まあ、折半というかね分配していただくってことになると思いますけども、その広告っていうのは不安定なんですよね。今回みたいな感染症騒動が起きれば航空会社とか旅行会社とか宿泊業の広告っていうのはぐっと減りますしね、金融関係の広告っていうのは相変わらず調子がいいみたいですけども、いろんな広告が抑えられてくるんですよ。そうなると YouTube、Google としてはかなりのね売上減っていうのが起きてきたり不安定になってきますんで、これからは固定収入制ですよね。一つにはプレミアムっていうのがありますよね。プレミアムっていうのに入ると毎月1200円ぐらいがプレミアムの会員さんから集まってくるんで、これ1億人がプレミアムに入るとやっぱり1200〜1300億円ぐらいの収入になるんですよね。これは広告によらない収入です、まあ、ですんで YouTube が有料化になっていくっていう話でもあるんですよね。でそのもう一つがメンバーシップなんですよ。メンバーシップで3000円のコースを取ると動画の作成者さん管理者さんに2000円、 YouTube の方に1000円という形で入ってきます。これが毎月です。でメンバーシップの方が1億人あ3億人って計算しましょうか。3億人いると月に2億円が、この動画の作っている方に入ると、1億円が Google に入るということになりますよね。でこうなると広告じゃなくて利用者さんが払うっていうダイレクト課金なんで、まあ、売り上げが非常にね読みやすいんですよ。多分サブスクの流れっていうのはその YouTube にもやっぱりがっつり来てますんで、そうなるんではないかなと思います。でこっからが肝心な話ですけども、 YouTube を作ってらっしゃる方ね、私と同じように YouTube を発信してる側からするともうね1000人以上の広告収入を狙うっていうモデルはもうすでに遅いわけなんですよ。これからはメンバーシップを YouTube によって許可されるかどうかっていう話になってきます。メンバーシップのインビテーションが YouTube から来ると、メンバーシップとしてのね有料動画会員動画を作るか無料動画を作るかってことで選べるんですけども、無料動画いくら作っても YouTube には収入にならないんで維持費の分だけマイナスなんですよ、まあ、ですのでこれからはね有料課金でもないメンバーシップも取れない人は YouTube から排除されていく方になるんではないかなと思うんですよね。ということでね YouTube 頑張ってらっしゃる方、私は2020年が最後のチャンスかなと思ったんですけども、その私の予想がね一歩現実に近づいたかなと思います。まずは1000人以上のチャンネル登録者数さんがいないところはこれは YouTube にとっては負担でしかないんで、これからねアカウントが閉じられる可能性があるってことです。そしてもう一つは厳しい決断なんですけども、これは数年後になると思いますけども、早ければ2021年に来ます。それはメンバーシップ以外の YouTube っていうのはもうね利用されなくなるんじゃないかなと、 YouTube の方がどんどんね閉じていくんじゃないかなと思うんですよ。で将来的には YouTube っていうのはメンバーシップを取れるほどの発信力のある、もしくは動画の作成能力がある、これはね質の量でも数の分でもそうなんですけども、少なくとも YouTube が定期的にアップロードできない人はもうねメンバーシップ制度を渡さないというかね、もう YouTube から排除されていくんじゃないかなと、まあ、ブログのアカウント版っていうのも昔起きましたけども、あんな感じになるんじゃないかなと思いますよね、まあ、ですのでね YouTube を志している方、将来は YouTuber になるぞっていうふうにね夢を描いているお子さんがいらっしゃいましたら、ちゃんとね YouTube の未来がどうなるのか予測できる親になって、そしてその予測をもとにね子供たちにリスクってものを教えていっていただきたいかなと思います。私もね子供には YouTube を教えようと思いますけども、この辺のリスク、私は実際に YouTube から収入を得てる側として、 YouTube で暮らしてる側として
プロの YouTuber としてチャンネル登録が1万人ですけどね、 YouTube で暮らしている側としてですね、子供たちに YouTube っていうのをどういうふうに扱っていけばいいかってことは教えながら、将来の夢は YouTube っていうんだったらそれはね応援していきたいと思いますし、将来の夢はね YouTube だって子供が言ってるのに親がねそれを監督できないとか指導できなければ、これはちょっとかなりのね危なっかしさがあるんじゃないかなと思いますね。そういう意味で大学まで出た私が学歴には意味がないと言ってるんで、学歴を求める子供はとりあえず育てないかなと思います。投資とビジネス、そして情報発信 YouTube、 この3つに絞って子供たちを育てていこうかなと思ってるところですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。今回はね YouTube についてちょっとねスパイスの効いた情報になりましたけども、お考えなどありましたらまたコメント欄につけていただければ幸いです。メンバーシップオンリーになるような気がしますけどね、私はね。それでは失礼します。